この度国家戦略担当大臣、経済財政政策科学技術政策担当の内閣府特命担当大臣、並びに社会保障税一体改革担当大臣、宇宙開発担当大臣を拝命いたしました古川元氏でございます。その他に地域財産戦略、IT 政策、域化学兵器処理、日本学術会議などについても担当させていただきます。私からは、野田総理が今の日本は崖っぷちにあるというお話がございましたが、私も野田総理と同じく現在の日本を取り巻く内外の状況は極めて厳しい状況にあるという認識を共有いたしております。社会保障制度のほころびや膨大な財政赤字、さらに経済は長期のデフレ、そして低成長、そこへ今回の大震災や原発事故、さらにはこのところの円高で、現在は我が国経済は厳しい状況にありますが、持ち直しつつありますけれども、今後の下振れのリスクは非常に大きくなっているというふうに認識をいたしております。従いまして、私は安心なくして成長なし、成長なくして復興なし、復興なくして日本再生なし、そうした思いで、これまで国家戦略室長として、あるいは官房副長官として、また党の調査会の一副会長としてまとめてまいりました、社会保障等税の一体改革、さらには新成長戦略、そして財政運営戦略、こうしたまとめてきたものを一つずつ着実に実行してまいりたいと思っております。私の所掌する責務は大変に幅広く、また大変重要なものでございますが、多くの皆様方の周知をいただいて、この日本を危機的な状況から救い出すために、先頭に立って頑張ってまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。また、先ほど総理から円高への総合的な対応策を取りまとめるようご指示をいただきました。急激な円高の進行や、それによる産業空洞化のリスクに対応するため、直ちに対応策の取りまとめに取り掛かりたいと思っております。私からは以上でございます。ご指名お願いします。産経新聞社の村上と言います。3点質問いたします。菅直人前首相がですね、退陣直前に、朝鮮学校無償化の適用の審査についても再開についても指示を出しました。それについて大臣は、指示をされますでしょうか。それから2点目ですが、いわゆる永久戦犯を戦争犯罪人ではないとした野田総理大臣の考えをどういうふうに、ご覧になっているのか。それから3点目ですが、民主党の小沢元代表の処分についてですが、これは見直すべきなのかどうなのか、その3点についてお聞かせください。まず1点目でございますが、この点については、完全総理がさまざまな事情を斟酌をされて、そうしたご指示をされたものだというふうに認識をいたしております。従いまして、今後、関係閣僚のところでですね、厳正な審査がされるものというふうに認識をいたしております。2点目につきましては、これは野田総理がですね、提出をいたしました質問主意書は、これはあくまで一議員の立場で、一つの法解釈論を提示したものだということは、総理もおっしゃっているとおりでございます。従いまして、私といたしましては、政府の一員として、これまでの政府の答弁書を尊重してまいりたいと思っております。3点目につきましては、これは党のルールの問題でございますので、党において適切に対応されるものというふうに認識をいたしております。朝日新聞の伊藤と申します。円高対策でお聞きしたいんですけれども、いつ頃どのくらいの規模感でまとめられたいと思っておられるのか、また総理のおっしゃった立地補助金とかですね、中小企業の資金繰り対策というのはこれまでもかなりやってきた対策だと思うんですけれども、そういったもので本当にその総合的な抜本的な対策になるのかどうか、その2点をお願いいたします。はい、これにつきましてはですね、早急にやはりまとめていかなければいけないというふうに思っております。特に総理からですね、この円高対策の中でですね、新たな財政措置を伴う施策については、第3次補正予算の
要求取りまとめの中にですね、入れてもらいたいという話もございましたので、まさにそこに間に合うようにしていかなければいけないと思っております。そして円高の包括的なですね、対策につきましては、立地補助金はもちろんでございますけれども、その他に中小企業への手当とかですね、資金面の手当であるとか、あるいは復興需要の早期実現であるとかですね、内需を前倒していく、これはさまざまな方策を考えていかなければいけないと思っています。同時に円高のですね、まさにこのメリットをどのように生かしていくのかと、先に7兆円規模のですね、これは企業が海外の企業をですね、M&A するときの、そのときのですね、資金を融資できるような、そういう枠組みができました。こういったものもですね、活用していくということもしていかなきゃいけないと思っております。さらにはこれはですね、私は財政面だけではなくて、金融政策においてもですね、これはご協力をいただければいけないというふうに思っています。日本銀行とは、今の現在のですね、日本が置かれている状況については、これは認識をしっかり密に共有してですね、そしてこれからもさらに情報連携や、あるいは認識の意見交換、そういったものを密にとって、日銀におかれてもですね、さらなる金融緩和をはじめとするさまざまな措置をですね、検討していただいて、政府と日銀等が一体となってですね、この円高にですね、早急に取り組んでいくという格好で、早急に政策の円高のですね、総合対策もまとめていく努力をしてまいりたいというふうに思っております。私中には団体の全体像が見えるというイメージでよろしいですか。できるだけ早く頑張っていきたいというふうに思っています。じゃあ最後にさせていただきます。はい、国家戦略の中のエネルギー戦略についてお話をお伺いしたいんですけれども、エネルギー依存度の低減に向けたシナリオを描くという役割を国家戦略担当大臣として担うことになると思うんですが、将来的に原発がゼロでもやっていける社会を目指すのか、その辺についてはどんなふうにお考えですか。この点についてはですね、先にエネルギーの今後の見通しについての中間取りまとめも行われたわけであります。原発の依存度を減らしていく、同時にですね、それに代わるエネルギーをどういう形で確保していくのか、これは短期、中期、長期であると思います。先に成立した再生可能エネルギーのですね、促進法をはじめですね、もちろん再生可能エネルギーを促進していくということも極めて大事なことでありますが、同時に短期的にはですね、天然ガス等をはじめとする化石エネルギーをどう確保していくか、そうしたことも考えていかなければいけないと思っています。この問題についてはですね、さまざまな角度からしっかり議論をしてですね、結論を出すように努力をしてまいりたいというふうに思っております。それでは以上をもちまして古川大臣の会見を終了させていただきます。ありがとうございました。